兄さん。ようやく来たか。吹雪からおおむね話は聞いた。スメラギリオの内部に入りたいんだったな。ああ、クナドゲートを消滅させるためにスメラギリオの中を確かめる必要があるんだ。そこにいるかもしれないカレンが解決の鍵を握っているはずだから。はずか。状況証拠の上に成り立った信憑性のない話だ。しかしお前たちはそれに賭けると言うんだな。いいだろう。お前が世界の危機を救ったとなればスメラギ家にとってもメリットになる話だ。そんな言い方。花火、協力してくれるなら今はそれでいいんだ。入り口のセキュリティは解除してある。クナドゲートを消してみせろ。渡月の企みを止めたそうだな。仇をお前が取ったというわけか。私がやろうとしていた復讐をお前が。お母さんが亡くなった時のこと知ってたのか。私と父さんはいつか必ず渡月を潰すと誓った。こんな形だが結果的に叶えられたんだな。兄さん、早く行け。お前はお前のなすべきことをしろ。お前が選んだ道なんだからな。ありがとう兄さん。この先にヤクモスメラギが眠っているのね。それが過去に飛んだカレンなのかどうか、俺たちの考えが正しいのか確かめに行こう。スメラギ寮の中ってこんな風になってたんだ。寮母って言うからもっと陰気臭いのかと思ってたけど、ヤクモ君もいいとこに祀られてるじゃねえの。地下に降りるには、そこの階段ずっと下まで続いてる。特に危険なものはないと思う。道は他になさそうだし降りてみよう。お疲れ。その辺りがおそらく最下層だぜ。やれやれやっとか。どうやらこの先は一本道のようだね。ずっと奥に広い空間がある。そこがヤクモのいる部屋かも。あとはまっすぐ進むだけか。洞窟よけに迷宮にでもなってるんじゃないかって心配したぜ。油断するなよ。ここまで何もなかったからといってこの先も。何？今脳に何か。え？特に何も反応は。なんだ？おい、どうした？急に通信状態って。渡る！ダメだ、通信が。ここは、スオの海抜軍本部、なの。なんで急にこんなところに？もしかして、転送能力か何かの罠があったのかも？まあまあ、落ち着いて、周りをよく見たまえよ。街の方も、明らかに様子がおかしいようだ。この感覚、なんとなく覚えがあるぞ。まさか、ブレインフィールドか？脳に干渉を感じましたし、
その可能性はありますね。目的は侵入者を惑わせるためか、それとも。カイ！クロノスターミナルの時と似た展開ね。殲滅するわよ。面倒だ。念力で容量のあるものを動かして一気にやってくれ。捉えた。外角が壊れた。無駄よ。弱点を狙いそうです。いける。終わりだ。この辺りの怪異は倒したようだな。しかし状況は変わらずか。遥かへ渡るとの通信も繋がらないわね。とりあえず。あら、兄さん。じゃーん、アリス一条、本日正式に配属されました。おめでとう、アリス。これでまたこの3人が揃ったな。隊の編成的に一緒の任務もありそうだよね。私も2人に負けないくらい大活躍するからね。新兵が張り切りすぎていきなり不始末を起こさなきゃいいがな。おや、この前上官命令に逆らったとかで始末書書かされた人がいたって聞いたけど。吹雪だって記念すべき始末書50回目だろ。こんな面白い話黙っていられるわけないじゃないか。カレンはセプテントリオン入り確実って言われてるのに、上官とのソリはなかなか合わないんだね。納得できない命令に従うつもりはない。カレンらしいね、そういうとこ。お、でもそれならカレンが海抜群のトップになればいいんじゃない。厄介事はごめんだ。俺より弱い奴の面倒なんか見てられるか。そういうことは全部吹雪がやればいい。そんな風に言って結局仲間の面倒を見るんだよな、カレンは。僕よりよっぽど面倒見がいいよ。むしろカレンの方がトップに向いてるんじゃないか。いや、実は狙ってるんだろう。隠すなよ。どの口が言う。お前こそ最初からトップ狙いだろうが。もうまた二人で張り合って。じゃあツートップ体制にすれば解決ってことね。なるほど、それはいいね。今の編成から連帯制にして、あれとこれをこうして。吹雪、その薄気味悪い笑みはよせ。心配されなくても、よそではやってないよ。君ももっとオンとオフの使い分けをしたら楽なのに。裏も表もないのがカレンのいいところだもんね。まあなさすぎて始末書なのはどうかと思うけど。私たち何を見せられたの。吹雪連隊長とカレンよね。それからアリスおば様。そうか、君のおばに当たるんだったね。あの三人は幼なじみなんだ。ずいぶん懐かしい光景だったな。カレンのやつもそういえばああいう頭の色だった。今じゃすっかりルカとはかけ離れてしまったね。そうですね、あまり例のない現象なので、兄さんの超能力が関係しているのかもしれません。今のはアリスさんが入隊した年のようでしたから、20年以上前の出来事ということになりますね。ここがブレインフィールドに似た場所なら、誰かの記憶や感情が場に影響を与えていてもおかしくはないわね。
さっきの光景のことはよくわからないけど、まずはこの空間から抜け出すことを考えた方がいいよな。このままここにいても仕方ない。とにかく先へ進んでみよう。なるほど、こいつは他の雑魚どもとは違う。一旦引くぞ。大丈夫か？うん、ありがとう、助けてくれて。気を抜くな、バカ。そうだよね、ごめん。これで何度目かな、カレンに助けられちゃうの。そんなことは別にどうでも。二人とも大丈夫か？大丈夫みたいだね。よかった。ああ、またこのバカがしくじっただけだ、問題ない。で、君はまた強がってるんだね。もっと自分のことも大事にしてくれよ、カレン。怪我してるじゃないか。え？ごめんなさい、カレン。私が閉じっちゃって。手当てするから見せて。いらん、かすり傷だ。それより吹雪、アリスは疲れが出ている。お前がついていてやれ。俺は他の班の状況を見てくる。あの会をやるには隊の立て直しが必要だ。おい、カレン。まただな。さっきに続いてカレン絡みってことは、この空間自体カレンが展開したものかもしれないわね。眠ってる場所に誰も近づけさせないため？だとしてもこんな記憶俺たちに見せるかね。どっちかっつうと見られたくない記憶だろこれ。そうですね。兄さんは自分のことを何も話さないし、話したがらないから。まあ意図せず記憶が混ざり込んでいると考えた方が自然だろうね。また変なところに出たな。まだまだ先は長そうだ。これほど広大な空間、一体どうやって作り出しているんでしょうか。一人の超能力者が展開できるブレインフィールドを遥かに超えた規模のように感じます。あ？何？あれは。相当気合い入れてかからないとまずいな。あとは任せて。右手に持ってるもの、
防御用の盾かと思いましたが、あれで攻撃もするようですね。兄さんですら苦戦した強大な怪異ですが、必ずどこかに攻めどころがあるはずです。この怪異、水を流して防御してる時だけ腕のところの様子が変わる。ではそこを攻撃してみるべきだね。しかし水流が激しくて近づけないか。瞬間移動で水の流れの内側に行きましょう。サスを使ってください。敵を翻弄しましょう。撃ってほしい。かかれ。これで決める。で決めましょう。終わったか。さっさと先へ。今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見た怪異が出てくるって偶然なのか。長い間ブレインフィールドにいると、そのうちに感情や記憶が形となって現れ始めると聞いたことがあります。この空間の主がカレンだとすればうなずけるね。先ほどのアリスをかばった時の記憶が影響しているんだろう。
長くここに留まりすぎるのは危険ってことか。ええ、急ぎましょう。まだこの先にも空間はつながっているみたいだわ。断絶の帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし、難しい任務になりそう。なんだ？アリスさんは断絶の帯に触れてしまったことで怪異化したんですね。断絶の帯があんな地面の近くにまで降りてくることがあるんだな。かなり珍しい現象だと聞いている。俺もあそこまでの効果は見たことがないな。おい、さっきのあの怪異の姿。ええ、お姉ちゃんと一緒に戦ってくれた人たちの中にいたわよね。そうか、あの怪異がやはりそうだったのか。カサネたち、アリスおば様に会ったの？セーラーの研究施設にいるんだっけ？私たちも今理解したのだけど、アリスさんはもう亡くなっているわ。え？そうなるとカレンはそれを知った直後にレッドストリングスを使ったってことになるのか。それじゃあ兄さんの目的は？会ってみればわかることだわ。ここにカレンがいることはもう間違いないでしょう。気になることはあるけど、目的を忘れないようにしよう。俺たちはカレンに協力してもらうために来てるんだから。俺はまた失敗したのか。自分の無能さにつくづく呆れるぞ。まただ助けられなかった。この歴史は不要だ。そう、荒はばきの言っていた通りなら、また最初からやり直せばいい。何度も、何度でもだ。レッドストリングスで、アリスを。なんだ今のは。カレンの感情が頭の中に流れ込んできたような。過去へ飛んだのは、やはりアリスのためだったんだね。けど、何度もってどういう意味だ？それに荒はばきがどうとか。何度もか。過去を変えても必ずアリスが助かるとは限らない。未来は不確定で移ろいやすいものだからね。アリスを救えないと確定したら、再び過去へ飛んで歴史改変をやり直す。この繰り返しということだろう。それは、アリスおば様が助かるまで永遠に時間跳躍を続けるってことですか？ねえ、カレンはあの後時間跳躍したのよね。でも今この瞬間、アリスさんは亡くなっているわ。過去へ飛んだけど歴史は変わってない。うまくいかなかったってこと？あんな兄さんは
初めて見ました。兄さんは話を聞いてくれるでしょうか。どちらにしろ私たちの手がかりはカレンだけよ。何が何でも協力してもらうしかないわ。これはスメラギ寮の地下。ユイト、よかった繋がった。急にロストしたから心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら脱出できたみたいね。カレンのいる場所は近いかもしれないわ。あれはカレン？いえ、ヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。